秘密より甘い刀剣乱舞そう始まるのか花束を君に俺は福島光忠だ福島正則の拝見だったんで福島光忠だってね福島なり福ちゃんなり好きに呼んでよ 刀は戦うもの、そりゃそうだこれは一番槍を期待されているのかなこれはどうかな嬉しいな選んでもらえるのかこんな感じ 草花を育てるというよりはアレンジして飾ったり誰かに送ったりするのが好きかな今日はこの花を君にこれはいわゆる人間でいうところの「趣味」ってやつなんだろうね「アレンジ」といけばなでは花や枝の生かし方が違うから。 花は綺麗でもあまり触りすぎないようにねのんびり何にもしないってのも大事な時間。新しい花が咲いたかな。 まあまあかなおっと強くなったかな任務達成かな 戦歴か。いいね買い物付き合うよ行ってくるよ道草食わずに遠征部隊が帰ってきたな出迎えの準備はできてるよ。 ただいま。ほら道草なんて積んでないだろ物見を出すなら誰よりも早くだ訓練か。 見た目だけじゃ終わらないさちっ、焼こうってそらそらはぁ、あ、そら見た目だけじゃ終わらないさそらそらなぜ戦うのですそら 慌てず騒がず迅速にだ <noise> 物見を出すなら誰よりも早くだ。 長船派の僧光忠が一振り「マユ、こっちだ!」チッ空一番やり取れちゃったか。 土産に花を添えたいところだけど来たな物見を出すなら誰よりも早くだおさふね派の僧。 ただが一振りチレ<れ>イルこっちだチッ<っ>焼こうってせめて美しくチレ 一番やり取れちゃったか <laughs> こういう時薬草のことも知っていたら便利なんだろうけどね <laughs> 心配しすぎ直してくるよちょっと待ってて。 一丁前に古傷が痛むか俺は福島光忠だこの名の由来である元主福島正則は酒の失敗が多かったからな俺は遠慮しとくよんで没落して徳川家に献上 見けにも少しの間はいたんだなこれがうちの光忠ともどもまあのんびりやるさ恋は昇って龍になるってところか